マス輸出で稼ぐための3つのポイントですね。まず1番、すぐできることをやる。できることを探す。できないことを探さない。私は、個別サポートでですね、何か好きだったアニメはありますかとか、コレクションしてましたか、近くにどんな店ありますか、その辺のことを質問してます。これは、何ならすぐに目利きができるか、逆に目利きができないとしたら、どういう店なら、簡単に儲かる商品が見つかるか。それを念頭に置いてですね、アドバイスしているためです。そして2番目、すぐに結果が出ることをやる。時間がかかることは後回しにする。仕入れて販売した商品がですね、すぐ売れて儲かったと。そしたらその商品をしつこく何度も売るわけですね。なかなか売れない商品どうしましょうっていうのは後回しにして、考えない方がいいです。3番、簡単に真似できる方法で稼いでる人の真似をする。徹夜で働いて頑張りましたとかね、もうすごい節約して全く無駄遣いせず、売れたお金は全部再投資してます。立派なんですけど、それは普通の人真似できないです。そうではなくてですね、もうちょっと簡単に真似できる方法で稼いでる人を真似をしてください。そういった意味では、あまり時間を使わず、なおかつ、無駄遣いも大好きな私のノウハウというのはとても役立つと思います。稼げる人はこの通りにやってます。で、稼げない人は大体反対のことをやってます。これはね、すぐできることをやらないで、時間をかけてやろうとかね、できない目利きをできるようにしちゃおうとか、初めからいきなりね、ライバルがいないカタログをどんどん作って売るとか、そういう大変なことをやる人は大体挫折してます。そして、すぐに結果が出ることを教えてるのに、なぜか、すぐに結果出ない方もね、極端な話、売れた商品をどんどん仕入れて売れば儲かるんですけど、売れない商品をどうやって売るかに一生懸命になっちゃったりします。それからね、簡単に真似できない。お金使わず全部再投資してね、言うのは簡単ですけど、実際にできる人ってのはほとんどいないと思います。またね、全く遊ばず、もう1日10時間以上毎日ね、商品探しまくる、出品しまくる。それもなかなかね、普通の人はできないです。そんな大変なことをやって稼いだ人の真似をしようと思っても、真似できないんでやっぱ挫折します。稼げる人は簡単にできることをやって、すぐ結果が出ることをやって、そして簡単にできる方法で稼いでる人の真似をします。あるいは簡単にできる人の、アドバイスを聞いてます。稼げない人は反対のことをやってます。稼ぎたいならですね、この3つの原則を念頭に置いてサポートをしている、私の転売アカデミー、このサポートを受けるのが、一番簡単に稼げる方法ですので、ちょうど今、ゴールデンウィーク前なんですけど、ゴールデンウィークにはですね、アマゾン輸出を始めて、年末にはホリデーシーズン、ホクホクと儲けて、稼がれて、来年をいい年で迎えられるようにしてはいかがでしょうか。アマゾン輸出、今、円安とですね、海外景気のいい国たくさんありますので、すごいチャンスになってます。ネットビジネスで初心者が稼ぐんであれば、転売が一番手っ取り早いと。転売の中でも国内製鶏よりも輸出の方がいい。輸出の中では eBay より Amazon 輸出の方が稼ぎやすい。ということで、Amazon 輸出おすすめします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。